車を買うんじゃない、思い出を買うんだ。車を買い替えるのは人生の転機とも言えます。人を運ぶだけではなく、人生や思い出を乗せる車。その車を手にした喜びは、車離れの現代に生きる私たちにはあまり理解できないかもしれません。今回紹介するスレは、そんな車を購入したてほやほやの納車式の写真を見るスレです。ただ写真を見るだけと思いきや、動画を見終わる頃には心がほっこりしてることでしょう。それでは最後までお楽しみください。画像、納車式、やってみると結構楽しい。いい思い出になるで。新車買ったことないからな。新車買ったら確かにやってみたいかも。後ろにも目がある定期。後ろの人の顔、潰れてる定期。グラサンかけてない定期。かけてる定期。サングラス定期。画像なしで楽しめる定期。え、なんなん、この流れ。新車購入の2提案、新車を半額で乗るなら、でおなじみのジョイカル南流れ山で撮られた納車式の伝説のお兄さん。の掘りが深すぎるのか、サングラスをしてるのかわからず、発掘当時からずっと議論されてるのくさ。また、AI による高画質化で拡大画像も出されているんだ。高画質化はロタ。納車式イコールこれ。どうあがいてもメガネ。かけてる歯はイケメンがほんまにイケメンになる、クソアホ AI を盲信するメッキだて。幸せそう。AI。理想的。娘グーカは G クラスより羨ましい。この辺。ワイもベンツ欲しくなってきたわ。ベンツの G さん腕太いな。仲良し親子、え。仲良し親子、ほんますこ。サボテンほんと好き。サボテンほんと好き、お父さんおちゃめすぎるやろ。店員が上なんかいて。ワイが上なんすか。こういうやつに限って、なんで青なんやろな。服も靴も青だし、青が好きなんやろ。くさ。出会って9分で廃車、ほんと好き。なんで事故った後晴れやかなんだよ。廃車式もしててくさ。嫁選びだけ間違えた男。若い時は美人って。パッパ、次は嫁を隣の女に乗り換えるか。お姉さん綺麗すぎる定期。拓郎定期。レイ定期。この男の勝ち組感やばいよな。若くして子供を育てながら G クラスを買える収入、身長も高い上に顔もまあまあ、ワイと何が違うわけ。ワイの友達に似てる、可愛いし、いい子そう。可愛い、お嫁さんにしたい。この子絶対いい子やん、ワイにはわかる。この娘、ほんと好き。やっぱ女は愛嬌だわ、絶対いい子。体を売らずに車を売るんか。黄色いデブどこ。こいつは結局ベンツを買ったのだろうか。こいつほんま金持っとるよな、羨ましい。後部座席乗せてほしい。これ寄付なんだよね、すごいわ。節税定期。1枚目、なんか怖い、学食でぼっち飯見られてる画像にそっくり。左に綾瀬はるかおるやん。納車式って地域ごとの文化だったりするん。Y の周りで納車式やったことあるやつ見たことないわ。普通のディーラーしか使ってへんけど。 Y やるかどうか聞かれたけど、この定期スレ思い出して誇示したわ。賢い。キモータでも結婚できるんやな。イケメン定期。おいかわみたいな顔してるやん、イケメンやろ。納車式のおかげでサボテン知ったわ。 Y もあれずっと飛行機って呼んでたけど、納車式スレでまさしくはサボテンだということを学んだわ。ジョイカル南流山で車買いたくなってくる。楽しそう。いつも思うけど、新車半額ってどういうことやねん。一定期間乗ってから売るシステムがある、その下取り費用が半額。これ好き。顔はおじいさん、体はおばあさん。ほんまや。初めて見た。美女、写真撮んの？まあ、いいけど。エクスデステーキ。大野期間やん。ジャンヌダルク。元、姫騎士。Y の100倍かっこいい。サングラスかけてる。かけてないテーキ。乗り換えててくさ。ま、これが普通ですわな。安心する。こういうのでいいんだよ。これから友達みんなでドライブなんやろな。一人乗れなくてくさ。絶対わざとやろ、テーキ。ダブルパンチがたまんねえ。これオプションやで。和田さん貼っとくで。見るの楽しい、楽しい。ニコニコできていいよねー。では、違ったスレも見ていきましょう。マンさん、納車式？別にいいけど。ええなー。ちな、ゴルフセブン。若いマンさんがゴルフ？妙だなー。強い。若い綺麗なマンさんがゴルフ選ぶとか、センスええなー。マンさん、納車式？別にいいけど。
ゴルフある羨ましい。いかにも金持ってそう。ゴルフかっこええな。マンさん、納車式？別にいいけど。こういうのでいいんだよ。営業マン、納車式の写真を撮らせていただきたいのですが、チンピラ、あ、てめえが写れよ。ほら撮ってやるから面白いポーズしろや、ほら。ボケてで評価されないボケ繰り返してそう。普通にこれだと思った。マンさん、納車式？別にいいけど。いい色やな、欲しい。ワイのバイオの色やん。納車式？別にいいけど。奥さん、よね。ワイも車買った時に納車式やりませんかって言われたけど、ここで晒されるの嫌やから固辞したわ。グラサンかけとるんか？自分のスマホだけで撮ってもらったで。ハッキングされてここに晒されるぞ。輸入車ディーラーって綺麗なお姉さん絶対いるよな。え？別にいいけど。嫉妬やない？お前ら、人の納車式本当に好きだよな。幸せのお裾分けや。ジョイカル南流山、もう聖地やな。サンダルで、車引き取り民たち。しかし、そんな納車式も今では減っているというのだ。その背景を語ったスレも見ていきましょう。ほう、納車式が激減、絶対お前らのせい。新車の納車式はなぜ減った？巨大な鍵を持つのが恥ずかしい。かつて定番のお祝い事が減少しているわけ。仰々しい納車式は過去のものに。かつては、新車を購入した際に納車式を行うことが多かったのですが、今では実施する人が減っているといいます。納車式といえば、大きな鍵のレプリカを持って記念撮影するイメージがありますが、なぜ減少傾向にあるのでしょうか？かけてない定期、サングラス定期、定券定期、パンチラ定期、わざと見せてる定期。これ、もう何十人が悪いやろ。何十人最低やな。ネットでしか見たことない。怪しげな掲示板にさらされるらしい。だってネットでおもちゃにされるやん。ジョイカル南流山店はやってるぞ。わい、なんもなかったで。この間、ベントレー買ったけど納車式あったぜ。鈴木のり、わい、納車式などない。わいはなかったけど、帰る時に車乗ったら、いっぱい出てきてお見送りされた。こんくらいがええわ。何税 120% のせいじゃん。ネットに写真アップするのが悪いだけだろ。あれって、何の利益があってやってるんやろね。お店が売れてますって感じで、逆に許可取ってアップするわけでしょ。それをお前らが。4月中に納車されるんやけど、あのでかい鍵持つの、恥ずかしいんご。バイク買った時に特大鍵持ってピースして写真撮ってくれるんや思ってたのに、自転車やかゆくらい鍵渡して、ほなな、って寂しかったわ。意味じゃ、また車の横で、クソでか鍵持った写真アップされてる。お前が上に乗るんかい定期。国体操定期。納車式、やるんですか？納車式で盛大にお見送りされるの、みんな気持ちええやろ、これやから陰キャは。そもそも、こんな意味わからん文化がいらんやろ。ワイも新車買った時、いきなりでかい鍵持たされて、やりましょうよ、納車式って営業の人に言われて、いやいや撮ったわ。ちなみに、リビングに写真、飾ってる。納車式の写真見てるだけで、ほんま笑顔になれるね。車買うって、大きな決断だしね、軽だろうと、ワイは見ててほっこりした。この動画の感想や、面白かったところなど、コメントをお願いしますね。また、表示される R18 ギリギリネタも出していきますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを願って、最後までありがとうございました。